ゴルフ道場ハゲパーシモンハゲです。今回はですね、もう過去にというか最近アップした動画なんですけれども、振り遅れ、振り遅れとなんて書いたかな、振り遅れと肩の開き、体の開き、これについて、動画をアップしました。でそれがね、なかなか反響が良かったので、今度はその振り遅れと振り遅れ、まあ振り遅れですね、まあ特に体の開きを、その前回の動画と被る部分は多々あるんですけど、なぜそれが起こるかっていうところと、それと、一緒に、じゃあそれをどうすれば治るか。まあでもなんでそれが起こるかが分かれば、原因が分かれば、すぐ治るんですよ。で、これは、その、前回というか、最近アップした動画でも解説してるんですけれども、とにかく体の動きを意識しすぎてるんですよ、多くの方は。クラブはこう大きく動くのに、体は小さく動けばいいのに、その体の小さく動かす動きばかりを考えてしまうから、振り遅れる体が開くってことになるんですね。で今回ねご紹介するのは、まあ、練習方法、まあ、練習方法とあとはその動きのチェックなんですけど、こうね、左手はグリップの一番下グリップエンド側を普通に握っていただいて、右手をグリップの上の部分、シャフトをちょっと持ってほしいんです。で、このように構えてほしいんです。剣道のように。で、ここで、このクラブヘッドの高さを変えないで、これ分かりますか？こう、クラブヘッドが平行に動いてるの。こういうふうに、素振りをしてほしいんですよ。これね、まあ、9時3時になっちゃってるか。まあでも8時4時の感じなんですよ、これが。この動きが。8時4時を持ち上げてやってるだけ、これ。これをやっていただくと分かると思うんですが、グリップエンド側はずっとへそを向いたまま変わらずに、ヘッドが動いてる、右手がこう動いてるだけなんですよ。これが8時4時なんですよ。8時4時であり、これが、この動きがスイング全体の基本になるんです。こういうふうに。これだけなんですよ。体なんかここでちょっとこう動いてるだけ。左もほとんど動いてないです。動くのはクラブヘッド。右手なんですよ。こう。特に動くのは、ダウンスイングからフォローにかけて、こういうふうにいきます。これを下でやると、ダウンスイングからフォローにかけて右手はこれだけ動きます。この右手の動きができない人がめちゃくちゃ多い。で、それは何が原因かっていうと、手打ちはダメですよ、右手は使っちゃダメですよっていう、昔からある教えなんですよ。ですから使っちゃダメなんじゃなくて、その動きをまず知ることが大事なんですよ。これ今ね、私こうやるんですよっていう正しい動きの方をやりましたけど、じゃあ多くの方はどうなってるかっていうと、こうやって振ってるんです。あとはこうやって振りなさいって言ってるものは最近はめちゃくちゃ多いんです。これ戻すとこんなになります。これだけ遅れてくるんです。寝かして使うから開くんです。これ当然体も開いて起き上がる、開きません。まあ今起こしてやってますから、これ以上起きないですけど、開かないということは起き上がりも少なくなります。この動き、ただこれだけなんですよ。これが多くの方は、こっち、左でこう、振っていこうとするので、こういう風になるんですよ。この右のこの動きは一切入らない。で、ここから、こう持っていくんですけど、フェースはずっとこの状態のまま、こうはならないです。
これだけ。これやってもらうだけでね、だいぶね、動き分かりますよ。で、プラス、その、直近でアップしてます、振り遅れ体の開きっていう動画でご説明しました。ここの動き。これも分かると思います。ヘッドを戻すためには、左向いてしまったら体も開きますから、向いてる方向に向かってクラブって戻ってくるから、ここで戻るにはこうやればいいんです。こう。ここの動きだけ。これがですね、もうめちゃくちゃ簡単なんですよ。今の私がご説明した動きをやっていただければわかるんですけど、めちゃくちゃ簡単なんだけど、それを逆に複雑にしておかしな動きにしてしまっている方が非常に多いんですよ。なのでね、これ簡単なので、で、自宅の中でもできますんで、ぜひね、やってみてください。ということで今回は、振り遅れ、体の開き、これの原因パート2ですね。はい。そして原因を知ることができれば修正も簡単ですよという修正方法を、ご紹介させていただきました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。パーシモンハゲでした。ごきげんよう。